おお、ついに見つかりましたか。これであのクソガキの魔王ごっこもおしまいってわけだ。おお、静まれ、我が左腕に封印されし魔人よ。早く早くあの小僧を玉座から引きずり下ろさんと、ダークホースが暴発するぞ。うっせえぞ電波野郎、てめえにそんな力ねえだろ。まあまあ、お二人とも穏便に。もうしばらくの辛抱です。すべての準備が整い次第始めましょう。我らクリチェフスコイ派の手によるこの魔界の再生を。第3話、魔界最強の戦士。クリチェフスコイ派だと？そうっす。亡くなったクリチェフスコイ様に見合う悪魔でないと魔王の後継者として認めないっていう一派らしいっす。グロッソって悪魔はその中心メンバーみたいっすね。バカねー、クリチェフスコイ様と同等の悪魔なんているわけないじゃん。いるだろう、目の前に同等以上の悪魔が。あー、すみません殿下、私疲れ目みたいでよく見えません。お父さんって今でも悪魔たちから尊敬されているんだね。そうみたいですね。息子のラハールさんは全然人気がないみたいですけど。でもお兄ちゃんは魔王なんでしょ？お父さんの後を継いだんだよね。ラハールさんの場合、魔王になろうとする他の悪魔さんたちをねじ伏せて強引に魔王宣言をしただけなんです。だから不安に思う悪魔さんが多くて大変なんですよ。そうだったな。じゃあお父さんはどうやって尊敬される魔王になったんだろう。さあそうか、奴の根城も分かったのだな。抜かりはないっす。よし、すぐに乗り込む準備だ。今度こそ奴をひざまずかせて、今の魔王が誰なのかはっきり教えてやるぞ。アイアイさん、やっとーっす。おにゃー、ちゃんと役に立ちなさいよ。ちゃんと役に立ちなさいよ。愛の力です。やっほーっす。おろすにゃ。ご苦労さんっす。差し入れだよ。やっほーっす。あらあら、弱者に同情する気はないぜ。
少しは俺を見習えよ。お別れだ。こんにちは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 。もきゅもきゅ。魔法だよ。攻撃は最大の防御だろ。攻撃は最大の防御だろ。どこに行きますか？行っちゃう？
勝1位。そこだ。飛ばすよ。死んでもらいますっす。リリース。相手が悪かったな。